ここね、毎回あのうまそうな定食、あのうまそうな定食を出してくる店はどこにあるんだっていうのを毎回聞かれて、でまあどうやって行くか分かんないっていう風な人がちょっと続出しているので、まあそこまでちょっと今回歩いて行ってみようと思いますんでね。はい、ここ、はい、ターボンロードのバス停まで来ていただいて、そこから歩くという、まあそういうお話で、そういう話の流れになっておりますので、まあバッテリーが持って届けばいいけれども、まあ歩いていきます。えらい。ここね、はい、そんな感じ。はい、行くからね。はい。ここね、歩いていくから。はい。で、車通りがあれなんで、ちょっと私はショートカットします。うわ、風大丈夫だと思うけど。はい。こっちだわな。もうちょっと。引きで。ここら辺で。よし。OK。よし。ここんところ、はい。鳥とか狙ってるし。はい、まあ、ここら辺ね、そうで、GoPro の映像もドローンの映像も両方見せて、これ余計分かりにくいんじゃないかっていう、その話もあるけど、まあ、なんか、なんとなくそういうのだ、なんか、こういう雰囲気の場所なんだっていうのを楽しんでいただければいいですからねっていう、そういう企画なので、はい、どういう企画だと、一応、まあ、その、私の背中を追っかけるような映像にする方が、わかりやすいだろうから、はい。こんな感じでね。はい。まずは、あそこのバス停から入ってもらったら、はい、この一本道がありますんで。一本道があるんで、はい。ここね。ここを目指すんだよ、ここ。ここひたすら行くんだよ、こう。はい。あのお店までたどり着くの。結構シビアだよね。いけんのか。いや、もうちなみに出発時刻が1時、うん、さっき1時5分ぐらいだったね。1時5分、ドローン君追っかけてこい。電信柱にぶつかるな。そして風は大丈夫か。もうちょっとこれ俺フォーカスした方がいいのかな。ひたすら行くよ。このなんていうか、ただ単に歩いて進むだけのシュールな映像になってまいりますが、お付き合いください。はい。ドローン目離せないんだよ。意外と簡単にこのね、そこら辺にこういうところに見えてる電線とかあるからすごい低いとこ飛ばしはね、こうかっこよく撮れるんだけど、確実に電線に当たるリスクが上がる。でしかも、もう目見えてはいるから目視の中を移動してるんだけど、この木とか、ほら木とかあるからさ、おいおい大丈夫かって話になるわけよ。はい、はい、左手、時々このバイクとかね走ってるから、おお、追い越しすぎ。あんまりそんなにめっちゃ速度上げる必要もない。まあ大丈夫だと思うけどね。もう絶対ディスプレート本体は目放しなんねえっていう。今日は風が少しあるので怖い。はい、はい。で、この辺一体ススキ
ススキ畑でございます。ススキいっぱいね、ススキが生えてて管理はよくされてるんだろうけどね、管理はされて、管理はされてるっていう、何をもってして管理っていうかの話もあるんだけども、あの一応その持ち主の人がフェンスで覆ってはあるので、はい、でこう結構いい感じ、はい、ワンちゃんいます。はい、基本的にこの辺のワンちゃんは鎖ではつながれておりません。はい、はい、はい、飼い主さんいます。基本飼い主さんとは仲良くなりましょう。飼い主さんはいい人です。飼い主さんは別に悪くないけど、犬的にはね、わあこれ、で大丈夫だよな、行動的に大丈夫だよな、ギリ大丈夫なんだよね。はい、まあこれ私のドローンそんなに大きくないのでね、どちらかっていうとドローンが勝つか電線が勝つかでいうと、それ電線が勝つに決まってるんで、その大丈夫っちゃ大丈夫なんですけど、とはいえ怖いのでちょっと高度下げ気味だけど、あの私が点だとね、やっぱ何にもつまらないという話もありますので、これぐらいの高さでいきますか。はい、もう絶対気ぃつけてやらんといかん、こんなん。はい、これだといいね。はい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 、これね、あ、バイクに、先生バイクに乗って、バイクに乗ってドローンで撮ってくださいよみたいなことを言う人がね、時々いるんだけど、それやると多分ダメなんだよね。はい、ちょっとコード上げますね。はい、それやるとなんかね、あの乗り物に乗りながらの撮影はいかんということになってる。で、一応あのお店に行きたい人はここで選択をして迫られます。こっちかこっちかだけど、まあどっちでもいいんだけど、まあこっちへ突き進むことにしましょう。こっちね。はい、ちょっと遠く見ますか。はい、まだまだ遠いよ、距離あるよ、一体どこなんだっていうね。はい、一体どこなんだ、見えているのか。そもそも見えているのかっていうと、明確には見えてませんね。はい、あの辺のどっかにいます。どっかにいますってあります。お店はあの辺のどこかにあります。はい、はい、行きましょう。じゃんじゃん行きましょう。はい、バッテリーがなくなるのが早いか、バッテリーがなくなるのが早いのか、私がつくのが早いのかの勝負でございます。これさ、もう企画としてこれがなり成立しているのかっていう話でね。よっしゃ。で、一応養殖系のこの持ち主の人たちとは大体顔見知りだから、なんか落ちてなんか問題になったら、あのおじちゃんのところ行きゃ話がつくっていうのは分かってるから、あれだけど、一般の人にはあまりおすすめ。はい、飛距離の上限なんか足してないじゃんか。どうやって飛距離の上限、あ、なるほどな、ホームポイントから離れたからってことね。はい、じゃあ一回仕切り直しましょう。はい、この歩きながらやるってことは前提とされてないから、はいはい、頑張った。一旦ここで、はい、一旦これは、あー、人が来るぞ。はいはいはい、はい、OK。 OK。
はい、一旦これで止めてホームポイントをここで更新してもらいながら行きましょう。はい、ピッ、あ、そうか、一つ目安なんだな。 400m 歩きましたってやつね。はい、ホームポイント更新してください。はい、ここね、もうね、道に迷う人とかがさ、必ず、はいはいはい、ね、こうだね。はい、行くよ。はい、こっからもう消し、はい、このうわー怖いよこれ。この溝の上は基本的に、この水路の上は基本的にあの人は通らないから。はい、で、まあ、この後ろからだけだとつまんないからあれだね、回してみましょう。ウィーン。ちなみに我々がマリンステーションはあちらでございます。あちらに見えております。はい、あそこを出発の起点にしたい人はあそこから行ってくださっても結構です。じゃあこれで行ってみようか。はい、マリンステーション起点で横向きに私が歩くっていう感じ。で、ちょっとの間これで行ってみよう。ちょっとの間これまっすぐ行くだけだから。はい、はい、はいはいはい、一応これの方が安全ちゃ安全だよな。見えてるから。はい、あっちに見えてる。はい、行きましょう。はい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 、バッテリーは持ちそう。さ、マリンステーションが、マリンステーションがあっち、マリンステーションがあっちね。お店はあっち。うわ、風強い。緊急着陸されたら困る。ちょっと緊急着陸されたら困るので寄せます、寄せます。ここはいきなり風が強い。はい、はい、いきなりオン、はい、取れてなかった。はい、ちょっとこれ途中取れて、あ、なんだよ。はい、か、録画に失敗しております。録画に失敗しておりますが、ちょうどまあ風が強かったんでいいとしましょう。はい、ここ行きます。よし、風強いぞ、頑張れ。風強いぞ、風強いぞ。落ちたりしねえよな。風、ちょっと今日は定期的に突風が吹くようになってます。はい、風強い。で、ここでこっち行くかこっち行くかだけど、こっちの道に行ってもこっちの道に行ってもいいんだけど、おすすめはこっちに曲がりましょうね。もうこう方向どっちなんだよって分かん、むしろ方向分かんなくねっていう話なんで、このドローンでこういう解説をするのは果たして正解なのかどうかっちゅう、余計分かりにくいんじゃないのかっちゅう話もあるけど、あのこの GoPro の、そういう人はその GoPro を後でこれGoPro で、で、ここも一つ飛ばすのね。GoPro で歩いてるやつ、これタイムラプスか縮小するかして回しますんで。はい、タイムラプスで回すかなんかして見せるから、こういう試みとしてはやってはみるけどさ。はい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 、まあ大丈夫だよな。バッテリーはまだある、バッテリーはまだあるぞ。よいしょよいしょね。で、こっち、で、ここまで来ました。この道だよね。
ここまで来たら最強。はい、ここまで来ました。はい、ここはもうあとはここまっすぐ行くだけ。まっすぐっていうか基本まっすぐで行きます。よし、行けるだろう。高さにハイと 8.2m。 OK、 この辺 10m、 13m 超えたあたりでこういう感じでね行けますから、あと 300m ぐらい走れるのか。 OK、 じゃあ行こう。じゃあここま、このオレンジの建物があってね、一応ぐるっと回してみようか。オレンジの建物があって、こっちが道と平行の方だから、道と平行か逆か。はい、こっち、ちょっと待ってね、余計わかんないな。こうか、余計わかんない、ごめん。はい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 、マリンステーションがあっち。はい、マリンステーションがあっちで、ほいで、はい、ここにこのペンキで塗られてるこのオレンジの建物があったら、もうあとはここまっすぐ進むだけっすよっていう、そういう話です。はい、行きましょう。ドローンくん大丈夫かな、ドローンくん大丈夫かな、ドローンくん。よっしゃ、行け。簡単にもうあのドローンドロップコンピレーション動画とか見て、あるあるなのがなんか電線にぶち当たるとか、その風じゃなくて、あの草に当たって落ちるっていうのがもうなんかすっごい多いんで、あれはだけは避けたい。はい、行きますよ。はい、行きますよ。よし、もうこれもこの道まっすぐだから、ここをまっすぐ行けば着きます。よし、はい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 、ワン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 、はい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 、ワン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 、いるよ、ワンワンいるよ。 OK OK、 はい、釣り堀で釣りをやってる人たちもいます。 OK、 よしよし、ここら辺か、これぐらいか。一応池にポチャって落ちられると、水没されるとさ、さすがに怖いからな。で、電線をこの辺だからできるけどね。そうそうそう、正面に亀山島がねあるはずなんだけど、あのドローンからだと見れるけど歩いてる人は見れない。よし、はいはいはい、これ時速何キロで行けんだ。よし、 OK、 いけるいける。よっしゃ、前の方で工事中になってるね。ちょっとそれなりに早く歩かないとな。ドローンバッテリー3。 OK、 まだまだいける、まだいけます。15分耐える、いけるよな、 お店まで着くよな。結構ね見えてるのと距離感違ったりするからね。よし、はい、ひたすら歩くよ。おし、あ、いい、まあまあまあ、今日はその夏場と違うからね、あの歩けるけど、この真夏にここの道をガンガン歩くのはおすすめしません。
はい、鳥たち。距離の上限に達しました。はい。はい。はい、上限に達しました。これで一応800メートル歩いたことなんだな。はい。よし、一応。もっと。これ、上限に達さないようにしといてもいいんだけど。はい。ちょうどいい定期的にまあよしはいよしバッテリーとかもあるからなまあもうちょっといけるなよし OK いけもうはいホームポイントよし、おばちゃん来た。はい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 。はいはいはい。ほほほほ。从那里到那个餐厅的路全部录下来。可以设定吗？可以可以可以，我一直走路。啊、你一直走，你都不用没有动它吗？到卫星间。啊，我要有干的。卫星也可以设计，但是也可以。就是说你走到哪里，它就跟到哪里，这样才应该、啊。也可以设好的话可以，但是要小心，自动做的时候不小心小鸟接近，有事情发生的时候不能反应，所以应该全部。比较不会啊，路这边比较不会。对对对对，所以有一些要小心是那个电信、啊、电信光是还好，对对对，电线线是要小心。Google 里面我没办法看得到线的位置。像一台多少？这只嘛，多少钱的意思吗？这只是那个四万台币，对。对对对对对对，贵一点的东西，对，要小心的，掉下来不行的，对。嗨，嗨，嗨，お店のおかみさんの、お店のおかみさんの旦那さんに。そのドローンいくらするんだ的なことを聞かれながら自動でいけねえのかとか言われたけどいやいけやれるんだけどその飛べる距離とかっていうのもあるからちょっとこれもうバッテリーが現在バッテリーがそれほど良好な状態にないもういつ落ちてきても現在いつ落ちてきても問題ない状態なので一応こういうのでこれ普通こういう使い方しちょっと人に近すぎるだろとでも当事者なんで許してくださいてか台湾の法律緩いんでねあらあらでこういうのも めちゃくちゃ怖い今風強いねちょっと待ってなこれ電線にちょうど引っかからないぐらいの高さではいはい、電線に引っかからないぐらいの高さでちょうどこのこういうのね葉っぱとかあるからむずいんだよこれ風が強すぎる今風が強すぎるこういう一応頑張るよこういう飛ばし方ねでももうこんなん怖いからもうそこら辺にススキの木とかうわダメだろススキの木とか生えてるからいつ多分こういう風な絵の方が見てて面白いんだろうけどもこんなんさピン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 言ってるからあーっと8分47秒もうあかんここで一旦バッテリーを交換します怖いよさすがに怖いよはいよいしょもうあかんさすがに怖い OK でバッテリー交換しておここはワンちゃんいっぱいゾーンよしはい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 このね
はいはい、まあなんだよ、敵じゃねえから。オッケー、敵じゃないからワンちゃんたちね。はい、 GoPro のバッテリーももうなくなってきたな。よし、じゃあ一旦 GoPro。 はい、これ一応まあその最大距離伸ばすっていうのもまあありだけど、まあでもな、安全のため、まあそう 400m って言ったらちょうどいいぐらいであるでしょ。まあ 400m に1回下ろすのは悪くないと思うんで、今回一応このままで行こう。はい、はい、よっしゃ、今、はい、ホームポイント更新してください。よっしゃ、今は風ない。 OK、今は風がない。はい、おじちゃん分、よし、あ、風あるけどいいとしましょう。はい、ここね、ここです。今工事中だけど、はいはいはい、工事中ポイントがあって、一応これ、はい、はい、ここね、はい、あっち、こっち、そっちってあって、もうあっち、この道です。はいはい、うるさいよ、もう、はい、ワンちゃんがちょっと騒がしいお出迎えしてくれますが、無視して進みます。はい、このワンちゃん、はい、このワンちゃん多分あれだろうね、何度も逃走を図ってるから、逃走防止用にやらされてんだろうね。はいはい、出れないぞ、お前は出れないからな。はい、よっしゃ、よし、怖すぎる、これだから、まあよし、このまま真っすぐです。この道真っすぐ行くだけ。よっしゃ、これ見ないで自動で飛ばすけど、風吹いてきた時とかさ、怖いよね、やっぱ。はい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 、はい、もうあとはまっすぐひたすら歩くだけの仕事になってますが、はい、目は離せません。 OK、 はい、で一応ここまで来ると、これで完全にここを過ぎると、右手に完全にその電線がなくなるんで、右手はフリーに、右側がフリーになるのかな。はい、ここあとまっすぐ歩くだけだから、ここまで来たらもう迷いなしのはずなので、風があれだね。はい、トラッキングとかもしていいんだけど、え、なんかそのトラッキングしてても結局見ることになるからね、お前はどこにいるんだって、本当に周りに何もねえんだろうなとか。はい、じゃあ高度下げつつ、はい、ススキが綺麗。はい、じゃあ、はいよ、はい、よいしょ、ちょっと時々こうパッと、ね、慣れてはいるけど、パッとこうなんかこう別、うわ、か見えねえ、ここ、あんまり良さ、知り合いではないところのおっちゃんの敷地の上を飛ぶと、なんかね、あの、いいんだけど、そのスズメバチが来たと間違えてしまう人がやっぱいるんで、それはちょっとあんまり自分も望むところではないので。あー、風強いね。はい、でこの一本道だっていう、一本道ですよっていう一本道感出しとこうか、ここ。一本道だよと。はい、ここ一本道ね。どれぐらい一本かっていうと、まあこれぐらい一本だから、はい、今からこれ、はい、一本道をひたすら行ってください。よし、今ちょっと、あ、大丈夫だよな。よしよしよし
風が吹いてくると、はい、こんな感じの一本道ね。はい、いいかな、何もないよ、ひたすら一本。はい、あんまり遠いとね簡単に見失うから。はい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 、一応この道の上まで寄せとくわ。どこ飛んでんだ分かんねえってなると困るけど、とりあえずこの道の上を走っててその上にいるってなったら結構簡単に。うわ、逆光で見つからない、これは良くない。これも逆光で入られると怖いんだ、これが。これもう、はい、あったたたたた、お前あそこ、あ、もう、はい、光がね、あれですんで、あの太陽の光あるとね、まあまあもう無理よ。はい、あそこにいるなっつうのは分かってっからな。よしよし、うわ、うわ、わかんねえ、わかんねえだろ、ちょっと待て、これはわからなさすぎる。よし、ちょっと待て、いいんだけど、ちょっと、ああ、そこだ、そう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 、だから太陽と、もう、ま、これは良くない、太陽と同じ高さにあるともう目くらんで分からなくなります的な。で、今は風がないからあえて高いとこ飛ばすよ。で、一応ね、もう見えてきてる、もう 青いの見えてきてるでしょ、青いやつ、はい、315m、あの青いの見えてるから。よし、はいはいはい、ワンちゃん、はい、ワンちゃん、ワンちゃん、じゃあ一応もうちょっとしたらちょうどいい感じなんで、このワンちゃん過ぎたところで、あの3つ土管があるところあたりで一回着陸しましょうね。はい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 、よし、風強えよ、あの3つとか、はい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 、はい、距離の上限に、あかんない、やっぱこれ設定がな、もうこういう歩いて撮ると決めたら設定は切っといた方がいいんだろうな。なんで、いいや、よし、バッテリーはアホみたいにあるぞ。よし、よし、まぶしい、これだし、よいしょ、あいよ、はい、OK、 はい、着陸、はい、一応まあな、目安としてはいいでしょう。よし、はい、離陸、じゃあもうこのこっちの方には土管がないっていうのが分かってるから、こういう感じで行くわね。よしよし、で、ちなみにちょっと歩いたら、ちなみにもはやもうあのお店は見えている、あのお店はもう見えている、あそこに見えてるから、
ちょっと今風強いんで高く飛ばすのはやめて、この自分のに近い目線で行きましょう。はい、この、はい、土管があるから土管、はい、さーて、このまま草に草っていうかもうこの木に突っ込むわけにはいかないんでね。これ先端だね、先端の実が綺麗だよ、先端の実が綺麗にできてます。この季節はね、ススキがぶわーっとこうススキが茂って先端のあれが綺麗だったりとかして、はい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 、いい場所、いい場所っていうか、あの花粉アレルギーの人たち気をつけてね、その代わりね。よっしゃ、ここまで来た。はい、ここまで来ました。奥下がりやってる。ここまで来ました。もうあそこに見えてる。ああ、ほりほりほりほ、よっしゃよし、ゆっくりせよ。よっしゃ、来た。で、一応こっちそっちこっちと周りは道はあるけども、まあこっちだな。はい、あそこに見えてるから、じゃあまああとはもう目的地にひた走って目指すだけ。よっしゃ、今ちょうど太陽の位置関係でドローン安全飛行できます。安全安全。よっしゃ、18m、それぐらいの高さが一番よし。で、行くとね、あのそこに右手に見えてるでしょ、右手に見えてるよね、こっちの方にね、青いのがね。もうほら、目視で、完全に目視で確認できる位置にありますから。はい、で確認できる位置にあるとね。で、ここにさらにあの四つ角になってると。はいはい、四つの角になってっから。そう、ここでね、なんか分かんなくなったりとかする人もいなくはないから、ないとも言えないから、ここまで来るとあそこの観光養殖場っていうのが見えてるから、はい、ここですね。こっからこっち、こっからここ一応こう、ま、見てみると、こういう感じになってるね。見えてるね、見えてるね、そこまで行くよ。はい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 、はい、もう私が点みたいに見え、点みたいになっちゃうとな、まああれだけど、いいでしょう。ちょっと高いとこから行こうか。はい、こういうか、まあ、こう、もう行っちゃおうか、こう。はい、こういう感じね。はいはいはい、はいいいの、はい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 。水鳥たちが、水鳥たちがビビってますが、はい、よし、もうとりあえずここまで来ちゃうと、はい、はい、来た、はい、来た、はい、来ました、やっと着いたよ、やっと着いたぞ。はい、ワンちゃんがお出迎え、いつものワンちゃんお出迎えです。はい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 、ワンちゃんを出迎え。よし、来たから、はい、今日は何も餌やらねえから、はい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 、おおおおおおお、ようこんぱいち、ようこんぱい。 OK、 鳥とか狙われてねえだろうな。どこだ、
軽く見失ってんだ今。あったたたたた、軽く見失ってる。なぜなら太陽があるからだ。よし、一応これでよし、来た来た来た。はい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 、はい、来ましたよ。はい、OK。 はい、もうここを別に知り合いのうちに。ハオダマ、タチャハオダマ。よし、一応これぐるっと周りを撮っとくか。よし、 OK。 よし、はい、ウェイ、イエス。はい、はい、もうなんかこうデイサービスで、これデイサービスで、これ今日はめちゃくちゃ風が強いけど、食べていきますよ、食べていきますよ。はい、いつもの恒例のパターン、いつもの恒例のパターンやっていきましょう。これ113ターン運動2の方かな、ターン運動が2、ここからも行ける、こっちの方が近いかもしれないから、こっちから行くやり方っていうのもね、見せておきましょう。あるかも。こう左に曲がると、これ左に曲がると、あのオレンジ色の家が見えちゃう。こっちのこのオレンジのところがあったら、こっち右、はい、でそこからね、今時 Google でググって調べりゃ終わりなんだけど、ググって調べりゃ終わりだけども、まあそのなんていうか、2023年11月の最新情報みたいな感じ。土管があるよね。土管が、土管見えなかった、ごめん。はい、でここ十字路になってるけど、はい、あっち、はい、でここもう一つ次の十字路になるので、この家を見つけて、でこっちにも家があるから、はい、今日もお客さんいっぱい。よいしょ、よし。ちなみにここには廟がありまして、で廟にもこのバス停がこうあるとね。いや、廟のバス停、これ、はい、チャンシンテンプル、ここね、わかりやすいって言われたことしては、ね、あそこにバス停があるから、バス停、これで廟があるからね、長身廟、はい、長身廟があるから、そこの向かい側にこう、さあちょっと引いてみてみると、その向かい側にね、ちっちゃな入っていく道があるんで、はい、長身廟、廟があります。廟があって、果てが立ってる。こっちへ行って、ここのちっちゃな道を突っ込んでいく。生活感ちょっと溢れるから怖い。まあ、ダメって言われないだろうけどね。はい、これ右手にこれ用水路があって。注意してね、はい、どれかい、このここら辺、時々あのエビ養殖池に引き込むためのその海水パイプラインがあるんだけど、
どんどん行くと、こうやっとこうね、差し掛かって、この道が多分ショートカットだよね。で、こう、こうですよ、こう。そうすると、このお店にたどり着くことができます。はい、このお店。わかった。あそこ行く方法。わかったね、わかったね。なんか今日もただでご飯食べちゃうと心苦しいからね。